こんにちは、つのこです。おすそ分けるメイドインマリオを続けていきましょう。さあ今回なんですけれども、コメントでね、あのリクエストがあった図鑑のねカメレオンで、ここのミニゲームのみの専用の音声があるっていうことでね、ちょっと聞いてみましょう。どんな感じなんだろう。まずはね、絶対的に聞いてみたいアシュリー、モナちゃん、そしてペニー、これでいきましょうか。やってみましょう。どれどれ、なんかしびれさせると専用音声らしい。いきます。あわわわわ、取って。めっちゃかわいいね、アシュリーめっちゃかわいいんだけど。取って。あ、ちょっと待って、ペニーだけできなかった。取って。いやー、かわいい、かわいい ASMR で聞きたい。いや、かわいいね、確かに。ちょっとじゃあ1キャラずつやっていこうか。ペニーから。ほぼ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 、みんなそんな感じなのかな。一応ちょっと違うのがないか見ていきましょうか。それじゃあね、左から順々に行ってみたいと思います。ワリオは、あじゃねねねべべべべべべ、このイケメンクリケットがどうなるかだな。もうイケメンだからクリケットは。あれれれれれれれあれれ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 れ、18ボルト確かアフンにしてるんだっけ。アフンはどうなる。ちょ待って、18ボルト無理じゃん。よく考えたら。さあドリブル、エコーかかってるけど。おもろいやん。クライゴはどんな声かな。あは、クライゴはゾンビにしてた。ドルル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 ル、ひでドゥルルルルルルル、キツネ呼んでるのかな。9ボルトも無理かな。9ボルトも多分無理だよね。いや、ダメか、9ボルトはダメと。マイク、頑張ろうっと。おお、カットとか可愛いけど、どんな感じにしびれるんだろう。取って。あーあーっていう、あーだった。ジミーは、ヘイ DJ、 かっこいい。取って。毛が見えてる。ビューン、ハゲが見えました。オービロンは、ショー、取って。いや、さすがにさ、高性能宇宙船だったらさ、電気通さないとかできないの。よし、5ワット、飛んだ先が電流だったら。めっちゃ具合悪そうになっちゃった。大阪弁のレッドは、行くでー、取って。泣いてる。ごめんな。謝られちゃった。しかもマンティスはお師匠様だからな、なんせ。取って。広報も筆の誤り。かわいい。ルールは、いくよー、取って。あま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 あ、かわいいね。さあ最後ピョロ、ピョロどうかな。かわいい、ガンギまっちゃってるぜ。無理だった。恐ろしいぜ。
はい、ということでね、カメレオンの専用音声聞いてみました。やっぱりさ、やっぱりアシュリーが一番じゃなかった？アシュリーだけね、別格でちゃんとね、あの声が当てられてるなって感じがしました。他はね、あーとかだったけど、アシュリーだけは違った。聞いていきましょう、最後。いや、めっちゃ可愛い。ずっと聞いてたい、マジで。いや、めっちゃ怒られてる。なんかコブラが出てきそうじゃない？取って。あの、普通に楽しいっすね。教えてくれた方ありがとうございました。疲れた疲れたって言っちゃった、ごめんね。さあ、じゃあ今日ですけれども、レベルアップ誰でしょうか。やっぱね、使えるキャラ上げといきたいんで、マイクいきましょうか。マイク、さあ、マイクは何が好きかな。そういえば隕石はアシュリーが好きって言ってたかな。合体ロボ、うわ、マイクとかロボとか好きなんじゃねえかな。ここら辺 やりたいとこなんだけど、ちょっと星5で絶対っていうのが見つからないから怖いな、これ。普通に絵画がマックスなんだよね。マイク歌好きだからエレキギターとかどうかな。やっぱりこれはなんか予想できたぞ。あげちゃうか。ほい、よし、エレキギターは好きだと思ったよ。よしよし、いいね。カメラは、あ、カメラも好きなんだ。携帯電話カメラも携帯電話も好きだったよ。他には体動かす系はそんな好きじゃないんだよね。そこそこ好きでした、ダンベル。ボクシングは全然言う嬉しくなかったみたい。レベル30までだもんな。お寿司もう食はダメって言ってるけど、まあ、一応ね、ちょっと見たかったっていう。やっぱりダメだね。お料理は好きだけど、自分が食べるのは好きじゃない。休憩はもうちょび好き、いや、ちょび嫌いか、もうあれは。マンホールは OK と。なるほどね。ラグビー、スポーツもそんなに好きじゃない。サッカーボールも、うん、好きじゃないね。サングラスはまあまあ好き。カッコつけたいのかな、一応。豚の貯金箱、貯金箱は大好きでした。嬉しいので歌います。ヒゲカタログ、まあいらないって感じ。サボテン、サボテンもまあまあ。地球を滑るものになりました。さあ、こっから先どれやろうかな。マジで埴輪とかちょっと好きなんじゃないの。あー、全然好きじゃなかった、マジか。軽トラ好きじゃない。どうマイク、軽トラ、いやー、マジか。軽トラもそんな好きじゃない。壺とか好きじゃない。お掃除好きだし、壺大事にしてますよね。いやー、厳しい。マジわかんねえぞ、これ。本当にわからん。アルプホルンはまあまあ好き。いや、むずいなこれ。絵画がもう確定で好きだから、絵画まず上げちゃって、万物の始まり来ました。ゴールドカードは、うわーし、ゴールドカード来た。よし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 、これでゴールドカードもう一回上げて、あとは視力検査の棒とか上げて、よーし、いけました、伝説の存在。よーし、じゃあカラーリング変えていきましょう。うわ、マイクの体の色めっちゃ迷うな、これ。黒も似合うんだけど、なんかすげえ悪役感に否めないしな。ブルー確かに似合うけど、これが元の色なんだけど、ブルーがね、結構濃いと分かりにくいんだよな。悩ましいね。ピンクも考えてんだけど、ピンク、ピンクきつくないかな。いや、ピンクにしちゃおう。で、ピンクで、
柔らかい論変えよう。よし、これでいいです。僕のマイクは女の子バージョンマイク。マイクとはちょっと普通のマイクとはちょっと違うんです。そうしましょう。よし、僕のマイクはピンクです。さあ、それじゃあミッションやっていきましょうね。まずマイクマニアゲットして、さあ今回はテクノロジーのミッションやっていくんですけど、そんなにね、数はないですね。ビル脱出のレベル3をペニーで左方向に一回も進まないでクリアする。できるかな。また難しいこと言うんだから、ほんと。あー、もうちょっと待って。どう、よし、できた。できました。あそこでピタッと止まるのがミソですね。発射スイッチ、これを9ボルトで連続9ゲーム1回も外さないで9ボルトでクリアする。マジかよ。9ゲームとか回数多いのきついな。1回も外さないでだよね。はいはいはい、 OK。 これはできるかも。9ゲームだよね。ハート、あー、うっそー。悔しい、マジで。もう本当に無理。やばい、なんかタイミング合わないんだよ、スピードが遅くて。はい、いいぞ、いいぞ、いいぞ、来た。落ち着こう、集中。欲しい。はい、オッケー、最後。集中。欲しい。ほい。ほい。あれか。ほい、よっしゃ、できた。あぶねー、できました。ふー、よかった。メール送信で電子メールをバグに1回も邪魔させないで、邪魔させないでクリア。これどうしたらいいんだろう。1回も邪魔させないでクリア。吸い込んでいけるけど、どういうことだ。1回も邪魔させないで。マイクとかの方がいいのかな。あー、無理だな、ちょっと待て。アシュリーだと斜め打ちができるから。あー、今のいけそうだったな。最初のをこれどう。よし、オッケー。最初を一発打てばいいだけ。できました。ちょ、待って、5ワットで電波スポット連続ゲーム1回のワープでクリアって、これむずいでしょ。待って、だってこれちょっとずつさ、ちょっとずつじゃないのこれ。運ゲーじゃないのこれ。ここだと思う。これはぐらいだったらいいんだけど、レベル3絶対むずいでしょこれ。ここか、ここもう。いや、むずい。これここでしょ。よし、3がクリアできればワンチャン。ワンチャンあるぞ、ワンチャン。ここ、よし、これ来たかも。ここだよね。さあ次、これがラスト。ここ、よっしゃ、ミッション達成できました。よっしゃー、気持ちいいね。合体ガーで、これ次、合体ガーで半分以上左右にずらした状態でクリア。もう面白いこと考えるんだから、いきましょうか。半分以上ずらしまくるってことだよね。はい、できました。切断、人体切断じゃねえかこれ。
最後ですかね、組み立てアームのどクリケットでプレー、登場するすべてのリンゴとパイナップルを一度掴んでからクリアする。なんでそんな面倒くさいことさせますか。クリケットでね、クリケットでリンゴとパイナップルを一度全部掴む。一回だから持ち帰ろってことだね。クリケットでクリケットにする必要ないじゃん。あー確かにこれジャンプが必要なのか。レベル3王だよね。間違えた。あちょっと待って、ちょっと待って、まずなるほど。でリンゴとパイナップルを、すべてのリンゴとパイナップルを一度掴んで離す。だから一回最初間違えたやつを掴まなきゃダメなんだ。これは大丈夫、これはいいんだよね。全部掴めってことだよね。オッケー、わかった。じゃあ違うやつを全部、まずこれを掴んで、これをやる。ま、もうめんどくさいことさせるんだから。これじゃなくてあれなんだな、これでもなくてこれで、はい。さあ来い。これじゃなくてこれでもなくてこれなんですね。でこれじゃなくてあれなんだ、はい。どう、ミッション達成。よし、やりました。今回結構テクノロジーは簡単でしたね。ふうふう、できたできた、よかった。よっしゃー、今回はお残しなしでしたよ。テクノロジーはできました。よっしゃ、さあ差し入れやっていきましょう。ほい、どうですか、金なし。うん、あでも銀が4つも出てくれました。嬉しい嬉しい。はい、ということで今回はね、あの特殊なミニゲームの限定の音声を聞きつつ、マイクをですねレベル30まで上げました。次はどんなネタやろうかな。よかったらまた次も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。